皆さんこんにちは、ジェンです。こんにちは、つつです。よろしくお願いします。つつさんよろしくお願いします。今日はここで GDO さんの取材、はい、そうです。 GDO のクラブシダ3社さんよ、うん、はい、新しいクラブをみんなでシダする企画なんですけど、うんうんうん、その裏側、撮影の裏側を特別にね、許可をいただいて撮影をしていきたいと思います。はい、はい、じゃあマーベリックドライバーを打ちたいと思います。から行きます。ちょっとそれだけ少し全然遊んじゃってもいいですよ。あ、そうですか。練習でまず1球目とかでもいいですよ。あ、わかりました。マンブリマンとかはもう本当に1球目軽く打って次、ま、マンブリ行くぞって言ってました。そういうストーリーがあるんですね。お、自由に、自由に、はい、自由にね、いきます。質問、はい、3、はい、マーベリックを打ちます。シャフトは R です。まあ、ヘッドは黒。ちょっと打ってみます。なんかすごい丸く感じますね、ヘッドがね。おお、なるほど。46.8、 197.7 ヤード。結構これは振りに行けそう。帰ってくるからヘッドが。うん、全然ダメ。ちょっと減らして。優しいクラブですね。49.5 ヘッドスピード、198ヤード、うん、なんか飛んでんのかな。これ力入れたらダメかも。うん、めっちゃ、なんだろう、スライスは出づらい。203、お、200飛びました。おー、あ、次マーベリックのマックスの R シャフト。うん、なんかヘッドが大きくなったのかな、これ。気持ち悪い。悪口じゃないですよ。はい、おお、何、出だしがいい感じでしたよ。え、196.8。なんかでも飛ばないのかな、ちょっと飛ぶの。おー、こっちの方が振り抜きやすいかもしれん。195.9。いい球でしたね。うん、周りくらいの言い方で、これボールスピードです。ボールスピード、ヘッドスピード隣にね。あ、間違えた。ずっとヘッドスピード、ずっと間違えた。びっくりした。クラブスピードがヘッドスピード。クラブスピードだ。あ、こっちか。あ、34.3 ね。ごめんなさい。だいたいいつもヘッドスピード34ぐらい。34かぐらいなのかな。 E と40とか言ってる時よくありますけど、効率いいですね。で、200いや、確かにさっきからずっと読み間違えちゃったから、ね。あれ、大丈夫、テロップ出します。大丈夫です。はい、じゃあ飛距離。さっきよりね、飛んでたから4。はい、これ待って。ガカン。4。はい、操作性。操作性はそんなのあったけど、4ぐらい。4ぐらい。構えやすさ。構えやすさは、私あんま黒ヘッドが好きじゃないから3。はい。じゃあいきます。マックスと比べてどうですか。まあ、なんだろう、マックスと比べたらなんか普通の打ちやすいクラブって感じ。なんだろう、普通のちょっと女の子も打ちやすいクラブになってるかなって感じします。これデザインどうですか。デザインはなんかモザイクが流行ってるんですか。か
カーボンです。カーボンか、これカーボンですか。モザイクみたいな、まあオレンジと黒でね、ちょっとかっこいい感じなのかなと思いますけど。結構ね、あんま評判は良くないんですけど。ああ、オレンジがですか。女子から見たらそうでもない。女子からしたらなんかかっこいい女性用クラブって感じに見えます。どっちかっていうと多分男性はあんまり好きじゃないかもしれないですね。構えやすさ 3でしたけど、うん、あんまり良くない。うん、こうちょっとこうこういうのがあんまり好きじゃないですね。こうなんだろう、ディープフェース、はい、ディープちょっと厚みがある、うん、これちょっとフラットな感じがいいですね。私は見た目がそう、しかも見やすそう見えるように多分作ってるのかもしれないですけど、立体感がすごい。ちょっと捕まりにくいイメージがついちゃう。はい、は早いイメージがしますね。このなんていうんですかね、はい、マックスの方がいい感じでしたけど、マックスの方が振り抜けたのが外側にこう振り抜けていく感じがするので、なんだ多分こう引き気味になっちゃうところが多分クラブのあれでこう右側にね出てく感じがしたので、まあ、弾道もすごいいいというか振り抜きがすごいよく感じました。マックスの2つ、はい、マーベリックはちょっと女子は難しい。いやどうだろうな、優しいモデルではあるんですけど、ね、うん、優しいなって感じはしました。ポヨーンっていう感じポヨーンって感じが分かるかなと思って、ポヨーンって感じで硬くなさそうな感じがします。こっちの方が、うんうん、こっちがポヨーンで、ポヨーンでこっちはパシーって感じですかねいいよ、どうなんで大丈夫ですか。いや、そういうのいいです。あ、そうですか、はい、ちょっとシャフトどうでした。難しい感じ、柔らかい。いや、まあちょっと私にしたら柔らかいですけど、特にマーベリックの方が柔らかく感じたのでちょっと振りづらかったんですけど、このマックスの方がやっぱ外に振り抜ける、右側にって言うの、こっちが右側にか、右側に振り抜けていく、アウトに、そうそう、アウトに振り抜ける、勝手に振り抜けますよね、こっちは。結構あのシムと今マーヴェリック、うん、比べられるんですよ。なるほど、売れてる2つなんで、はい、どうですか。あ、多分男性見た目で多分、うん、シムを選ぶんじゃないかなっていう感じはしますけど、マックス、マーヴェリックのマックスの方が打ちやすいとは思います、断然に。私的にはですけどね、うん、すごい打ちやすいです。最後どう、はい、どっちが買いますか。私はマックスです、はい、シムマックスと比べても、さっきシム選んだ、あ、シムと、あ、シムととマベリックのマックス、あ、そこはもうちょっと打ってみたいところではありますけど、でもまあこっちの方がいいかもしれない。マベリックのマックス疲れなそう、ラウンド中にはい、はい、OK です。じゃあちょっとマーベリックマックスをその時また聞きます。はい、はい、硬派なコンテンツでしょ。硬派です、真面目な真面目すごい、そうなんですよ、これ真面目だね。こんなにきっちり、あ、やっぱ SR のがいいですね。出ますね、はい、でも構えた時がやっぱボヨンと垂れるのが苦手なんですよ。あ、はいはいはい、はい、今回はマーベリックマックスを試打していきたいと思います。ナフトは SR です。ヘッドがね、ちょっと大きいですね。おお、マーベリック打ちます、195.9、
ます、はい、マーヴェリックマックスの方がちょっと飛んでますね、やっぱり、うん、そうですよね、はい、飛距離はいくつですか、はい、さっき4 5、お飛距離、はい、打感、打感は結構好きなんで5 すごい結構好きです、マックス寛容性、寛容性許容性ちょっと分かんないけど4、はい、操作性、操作性も4かな、はい、構えやすさ、構えやすさが大きいから4、はい、じゃあちょっと2つ持ってもらって、はい、構えやすさの違いをちょっと、はい、そうですね、教えてください、ヘッドの大きさがこっちがマーベリックでこっちがマーベリックマックス、ちょっと横に長い、大きいんですよね、ヘッドがね、なので構えた時に安心感とかすごいあるなと思いました、こっちの方がね、はい、飛距離5、はい、5点満点は、なんだろう、結構打感が好きなのと、まあ、ミスしないで飛んでくれる感じがすごいあるので、まあ、5にしました。他のはやっぱちゃんとこう飛ぶタイミングで打たないと飛ばないっていう感じがするんですけど、このマックスはしっかりヘッドが、さっきも言ったんですけど、右にというかインからアウトに触れていけるようにヘッドが出てくるので、まあ、打ちやすいし飛ぶし、こう手でなんかこう操作しなくても抜けていく感じがすごいするので、5にしました。さっきはね、なんかやっぱ打ち方気になったけど、僕、うん、はい、から別に飛んでも出すだけ、そうですね、やっぱ振っていくとそこにこう抜けていくっていう感じがありました。マックスキャロウェイは好きですか。好きですね、なんかこう簡単なイメージがあるのと、まあ、ヘッドもどっちかっていうと、なんていうの、高さがあるイメージがあります、ここのキャロ顔ってね、そうですね、で、ボヨーンっていう、ボヨーンっていうか、当たりがいつも硬くないって感じがします。自分のマイクラブって何ですか。私は今、レアスっていうジオテックさんのレアス、その前はテーラーメイドのグローレ F を使ってるので、どっちかというとあっちの顔の方が、今までずっと使ってたシムの方がなんですけど、シムよりかは見た目で多分打ちやすいですね。私もこっちの方が見た目は打ちやすそうな、簡単そうに見える。上司、さっきも言ったんですけど、どうですか、どういう感じでしょうか。女子は、まあ、でもやっぱマーベリックの方が優しい気がするので、まあ、見た目もなんかこうかっこいい女性が持ってそうな色合いなので、まあ、見た目からしてもおすすめかなと思います。女性にシムよりか打ちやすいんじゃないかなと思います。はい、昼間暖かかったからね、どんどん寒くなってきて、私なんか降ってたら大丈夫かなと思ったけど、3球とか5球とかしか打たないから、ちょっと寒いです。面白くて難しくない？面白くて難しいなと思って。うまっ、全然上上がんない。あ、すごい飛んだんじゃない？211。